盗聴。盗聴とは、会話や通信などを、当人らに知られないようにそれらが発する音や声を、密かに聴取、録音する行為である。聴取した音声から、様々な情報を収集し、関係者等の動向を探る目的で用いられることも、ある。盗聴は、プライバシー権の侵害の一種である。盗聴を定義するにあたっては、プライバシーとの関係が重要となる。 これまで憲法に保障される住居、書類、所持品など、これらを憲法上保護された領域というが、伝統的なプライバシー権とされてきたが、技術の発展に伴いこれらの基準が通用しなくった。そのために新たなプライバシー権の基準の確立が求められていた。そのさか、アメリカ合衆国で発生したカッツ・キャッツ事件で、警察官が行う電話の傍受に関して、 プライバシー権が部下が問題となった。米国最高裁判所のハーラン裁判官は補足意見として次の要件を提示した。これが後に合衆国最高裁の法定意見となった。昨今の日本における法学ではプライバシー権を考える際にはこの要件を参考にしている。旧来は家屋に侵入、屋内の様子を直接のすみ聞く方法が取られていたが、 無線機器の小型化、高性能化に伴って、それらを用いて登場する様式、無線登場が一般的となっている。また物音に反応して、録音開始するテープレコーダー等の記録機器を用いることもあるが、この記録機器に関しても、小型化、高性能化が進んでいる。窓ガラスなど物体表面の振動をレーザー光線で計測して、その振幅を変調。 音声として出力させる技術が実用化されている。盗聴機は通信販売や専門店等の店頭で販売されており、私的な趣味や個人的な愛憎関係やエンコンで、これら機器を購入した個人が他人の家屋やホテルなどに設置して回っているケースも多数知られている。また、世の中には登場マニアと呼ばれる趣味で登場を行う者も,もいるとされ、それらマニアが 新体住宅やホテルに盗聴器を設置するケースもある。多くのものは無線盗聴器から垂れ流され、電波を傍受するのみである。盗聴器の捜索、除去を行う専門業者も存在する。家庭内の浮気調査から企業内の動向調査、国家間の情報戦に至るまで多岐に及ぶ、ソ連時代、在モスクワの外国交換すべてに盗聴器が仕掛けられていると考えられていたが、 往々にして、プライバシー侵害、または、国家規模の情報戦においては、国家の威信に関わる重大事に発展することもある。反面、事件究明におけるこれら登場では、組織、団体に対する内定手法として用いられ、疑国の真相にたどり着くこともある。また、秋田県では、生活保護申請の要否判断をめぐり、2014年2月4日に市民団体が、 記者会見を行った際に、テーブル上に盗聴目的で IC レコーダーが設置され、同県福祉制作課の会員が置いたものと判明している。構造はワイヤレスマイクと何だ変わらない。電話の盗聴の場合、電話用のコネクタ内に仕込まれることが多いが、古外の電話河川より盗聴するケースも見られ、河川保護用に設けられる。電話線のヒューズボックス内に純正の部品に偽装した。 盗聴器が仕掛けられていた事件も起こっている。また、部屋の物音や声を収音する場合は、電源コンセントや AC アダプタ、三つ股プラグなどに仕込まれ、またはそれに見せかけた製品が出回っている。これらは無線の電波を用いて発信される。いずれも、電気を設置場所から得ることができるために、盗聴器の回収が不要であり、半永久的に発信を続けることが可能である。 また、賃貸住宅などでは、前の住人が受けていた、盗聴被害を、そのまま引き継いでしまう可能性もある。録音式のものや電池で駆動する種類の盗聴器は、一定期間ごとに、回収や電池交換を必要とするが、それらは、身近な物品に仕掛けられていることも多々ある。小型のものでは目につきにくく、発見されにくい。例えば、電卓や筆記用具。 小型家電製品や置物といった調度品などである。このほか、音がしないと電波を発信しないタイプもあり、これは常時発信タイプよりも電池寿命が長く、また発信元の探知も難しい。隣の部屋から発せられる声や物音を盗聴する場合は、コンクリートマイクが用いられ、これはテープレコーダーや IC レコーダーに接続して録音することができる。 高度なものでは、それ専用の技術者が設計、開発から製作までを行っており、電子技術の発達にも伴い、小型計量、低消費電力化が進んでいる。よく市販されている無線式盗聴器は、技術基準的合証明をほとんどが受けていない。もっとも盗聴目的の装置に、技術基準的合証明が取れるとは考えにくい。 従って、一般的に盗聴器として出回っているものを使用した場合電波法違反となる可能性があると考えられる。ただし無線局免許も技術基準適合証明も要しない微弱無線局を用いる方法もあるため、無線設備たる盗聴器を解説したとしても、直ちに無線局の不法解説の電波法違反となるとは言えないで慎重な判断を要する。 赤ちゃん用の監視用モニターは構造上無線式盗聴器と同じなので便乗受信の対象となるので注意が必要である。思わぬプライバシーが筒抜けになりやすい。また、レーザー光を窓などに当て、音声による振動を光センサーで検知する方法もあり、これは遠距離からの盗聴が可能である。無音無振動自動着信設定された携帯電話に 収音マイクをつけて、これを盗聴器として使用されるケースもある。仕掛けた、携帯電話にかけている間だけ、盗聴行為となる。この場合は盗聴器発見業者でも見つけられがたい。1945年、ソ連から、米大使館に一抱えほどの演習を持つ、アメリカ合衆国の国章が送られたが、大使の W ・アベレル・ハリマンはそれを、大使館の壁に飾った。七年後、 高柄のくちばしに盗聴器が発見された。この盗聴器は電波を常に発信するわけではなく、バッテリーも使われていなかった。管外から放射される電波が電源とスイッチを兼ねた。機器が電波を受けると、振動板で変換された音波を拾って、自動的に変調された電波が外へ発信される仕組み、つまりトランスポンダであった。この事件は、1960年に、 国連大使ヘンリー・カボット・ロッチ・ジュニアが国連の席上で暴露した。自意識過剰なストーカーは積極的に自分が盗聴していることを相手にほのめかす場合がある。その場合、盗聴器が仕掛けられていることが予測できる。しかし、ひたすら聞き耳を立てるタイプの盗聴の場合は、盗聴器の存在に気づかないケースも多い。電話線に仕掛けられたタイプのものではノイズが入るなど、 電話の通話品質に影響が出る場合もあり、不審に思って修理屋を呼んだ際に発覚したケースがあるほか、FM ラジオ放送などの帯域を利用する市販盗聴器も多く、ラジオへの渾身で気づいたケースも見られる。無線式盗聴器の場合は、ワイドバンドレシーバー、交代域受信機で盗聴電波を確認し、電波の発信源をフォックスハンティングと呼ばれる手法で、 おおよその位置や方向を特定して発見する方が取られている。また、市販の盗聴器はおおむね使用されている周波数が決まっているため、その周波数にのみ反応する比較的安価な電波受信機も市販されており、その機器の反応の強弱で位置を特定、発見することも可能である。ラジオの放送帯域を利用するタイプでは、 国内で音を出したまま、家の外でラジオ放送の選曲をしてみるなどの方法で発見も可能である。一般的に、盗聴というと、特定箇所に設置された盗聴器ばかりが話題となるが、通信というサービスを提供しているシステム全体が、その様々な通話経路での膨張も可能である。例えば電話局の交換機には、 回線モニタという経路が付加されており、本来は通話品質をチェックするためのこの経路を膨張することは技術的には可能である。これにより盗聴器という証拠を残さずに盗聴は可能だとも考えられる。電話交換機は電話回線局の構内にあって警備されているため、こういった操作を行えるものは逆に限られてしまう。日本では 戦前の2.26事件の前後に事件関係者、当時の陸軍行動派につながるとされたものに対して、東京憲兵隊や陸軍省軍務局事件発生後は、海元司令部が当時の定心省の協力を得て、電話局で電話の傍受、盗聴を行っていたとが戦後明らかになっている。この行為は戦前においても憲法に定められた。 新書の秘密の不可侵を破るものであった。戦後の日本では、こういった、盗聴事件の報告はない。しかし現在では携帯電話のローミングサービスなど、電話回線の一部がインターネットと同じ、通信インフラに依存していることなどを加味すると、この通信経路のハードウェアに細工するなどして、通信に分岐を設けることは、不可能ではない。サイエンスフィクションの分野ではあるが、そういった、 通信経路における膨張といったアイデアもしばしば登場している。近年、アメリカ・イギリスが全世界的な電子盗聴網、エシュロンを密かに構築して大規模な盗聴行為を行っていることが欧州議会により告発されているほか、こういった活動は、情報機関などがテロの動向を探るために行われているとも報じられているが、日本でも同様な電子盗聴網は運用可能である。 ただこういった通信経路そのものを傍聴する場合には通信内容による情報の取捨選択が必要で現実レベルとしては膨大なコストがかかる。なぜならテロリストが爆弾を仕掛けるための指示もそば屋への出前の注文もどちらも電話を使えば同じ通信経路を流れ得るためである。こういったノイズの取捨選択には高い技術的なハードルが存在しストーカーが 自中の誰かの通話を盗み聞くためにはあまりに無駄が多いと言えよう。これを応用して無関係な電子メールの中に爆破、暗殺、同時多発といった単語をわざと混入させて特定の1日に一斉に発信し盗聴システムを混乱させる反盗聴サイバーでもも行われている。盗聴は盗聴されている側が気づかずに重要な話を盗み聞かれた場合には 非常ないゲとなるが、逆に盗聴を被っている側が盗聴されていることに気づいている場合には、意図して偽情報を盗聴させることで欺くことも可能である。この偽情報は、第二次世界大戦の頃より通信が戦術や戦略の上で重要な役割を果たすようになると、意図してダミー情報をルフさせる場合もあった。こういった実際とは違うダミー情報のルフは、 盗聴側に対する牽制や無駄な動きを強いることにも、つながり、盗聴を逆に利用した、攻撃だということもできる。また、通信自体を雑情報に紛れ込ませることで、情報価値を損なわせることもできる。例えば子供の謎謎遊びにある、狸はその恒例である。狸、あたす、自体をたじに、えたきまいという文では、 そのまま聞いたら意味不明だが、タを抜く、タ抜きすることで、明日14時に駅前となるのである。長方合戦では、しばしばこれに似た騙し合いのケースが存在した。この他、火逆圧縮など不合化による暗号を用いた通信も有効である。平壌放送の乱数放送も、読解用の乱数表がなければ、文字の組み合わせが膨大でもあるため、傍聴は、 単波ラジオさえあれば、誰にでも可能だが、その内容解読が困難になる。暗号し、無線によっても、隠し通信が行われている。例えば業務無線、警察無線、消防無線、航空交通管制、タクシー無線、鉄道無線、コンサート会場などで、歌手や演奏者の楽器に取り付けられたワイレスマイク、身近なところでは携帯電話やコードレス電話などである。 これらの無線通信は暗号化されているものもあれば暗号化されていないものもある。こうした無線通信は電波によって行われるため適した受信機があれば電波の届く範囲でなら傍受することができる。受信機は無線機器を扱う店などで誰でも購入することができるので暗号化されていない無線通信ならば容易に傍受することができる。日本の電波法では 単に、これらの無線通信を傍受、音声なら聞くこと、画像なら見ることすることを、直接は禁止していない。このため、日本では誰でも合法的にすべての無線通信を傍受することできる。ただし、特定の相手方に対して行われる通信を傍受して、その存在や内容を誰かに漏らしたり、密か用、説用、通信内容を事故、または、 第三者の利益のために利用することしたりすること、電波法59条で禁止されている。また、通信の当事者以外のものが暗号化されている、無線通信を傍受して、その内容を漏らすまたは、密か要する目的でこれを復調しても、電波法違反となり得る。刑事訴訟法上の、盗聴は、公開を望まない人の会話を密かに聴取、または録音することと定義される。 この定義は対象を会話に限定しており、会話そのままの盗聴と優先通信の盗聴に区分される。盗聴は法的には優先電気通信法違反や電気通信事業法違反で電話など通信の盗聴を取り締まることはできるが、通信以外は盗聴行為を取り締まる法律はない。そこで警察は電波法違反や住居侵入罪など様々な法令を 適用して摘発している。盗聴事件に使われた延長コード付きコンセント型盗聴器を販売していた東京都千代田区の2業者について電気製品に刻印が義務付けられている。製造者番号や形式番号が盗聴器に転換される際に削り取られていた電気用品取締法違反容疑で摘発した例もある。盗聴が捜査方法として許容されるか。 許容されるとしても、いかなる要件の下でか、ということについては、争いがあるが、捜査機関による優先通信の盗聴については、日本国内では2000年8月15日に、通称通信防止法、正式名称、犯罪捜査のための通信防止に関する法律が、施行され、電話等の盗聴を含めた通信防止による捜査が一定の要件のもとに、可能となった。 この法律で言う、傍受とは、現に行われている他人間の通信について、その内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ないで、これを受けることを言うと、不意義である。この法律に対しては、日本国憲法第21条によって保障された、通信の秘密が阻害されるとして、反対意見がある。なお、会話当事者の一方が、 相手方の同意を得ずに会話を録音することは秘密録音として盗聴と区別される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。